川島敦史、川島敦史、明治44年4月28日は、幕末から明治時代に活躍した、武士、官僚、政治家、衆議院議員、貴族院議員、幼名、新野城、薩摩藩士、川島新五郎長官の長男として、鹿児島長田町に生まれる、藩校増士官で学ぶ、母親戦争に従軍、明治2年、将兵学校に入り、 さらに、川田大工塾で学び、明治3年12月にドイツへ留学し、ローレンツ・フォンシュタインに学ぶ。明治7年3月に帰国。同年8月、外務省に入り発当出資となる。9月、一等書規制に発令され、ドイツ公使館在勤を命ぜられた。さらに、露国公使館、オーストリア公使館で勤務し、明治14年8月に帰国した。同年十月、 大倉省兼代書記官となり議案局に勤務。さらに、外務兼代書記官、三次委員外議官法を兼務した。明治15年2月から翌年8月まで、三議、伊藤博文に随行して、欧州に出張し、ドイツで、シュタインから行政学を学んだ。明治17年4月、大倉省調査局勤務となり、大倉代書記官、欧州出張、一等主税官。 大倉省参事官などを歴任した。明治23年3月に退官し、同年7月、第1回衆議院議員総選挙に、鹿児島県第5区から出馬し当選。その後、明治27年9月の第4回総選挙まで、連続4回当選した。その間、立憲自由党幹事などを務めた。明治30年6月、日本官僚銀行所大総裁に就任。 その後、滋賀県、福岡県の各知事、北海道庁長官を歴任。また、明治36年7月15日、貴族院直選議員に任命され、北海道庁長官在任中に死去するまで務めた。ありがとうございます。